マック1万円大食い。うまいね。じゃあ結果発表します。はい、今回勝ったチームはこんにちは、ロコです。マコです。アキです。タタシです。タタシ。マック1万円大食い。ルールは合計金額が多かったチームが勝ちです。あと毎回選ぶときにこれって選ぶ、かぶったらそれ食べれません。うわ、おにぎりと一緒か。そう。はレッツゴー。はい、ということで並べたので1個目から選んでいきたいと思います。何食べたか全部記録してくれ、こちらで。はい、いっせーのーせ、スプライト、早急見ちゃ、なんかおーとか言ってた。アコさんはサラダですね。サラダです。はい、せーの、いただきます。いただきます。他のハンバーガーとかポテトはその回で食べなきゃダメってことですね。そうですね。はい、ドリンクだけは大丈夫。チーム内であの協力して食べるのは大丈夫。じゃあパパ早くして食べちゃって。静かやな。静かに。今日いいね。敬語も使わないでいいしさ。あ、そうだよ。普通に1万円言うからね。普通の1万円です。はい。あ、ごちそうさまでした。いっせーのーせ。あ、ドリンクですね。スプライト。はい、何これ。シャカチキですね。アコちゃんがスプライトですか。はい。アコちゃんがサラダ、アロコちゃんがナゲットです。いただきます。ナゲットっていくらですか。200いくらとか。あ、安いな。140円ぐらい。シャカシャカ。次次次。野菜がかわいそう。なんかサラダも美味しいんだけど、うまうま、うん、ナゲット美味しい。ナゲット美味しいですか。すごいね。でも美味しいね、これ、うん、あ、そっか、もうアコさんは逆に今暇なんですね。そう、逆を言っちゃってから。お、シャカチキが終わりました。あとはナゲットとサラダ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こっからお腹溜まってくぞ。マコさん終わりました。では、3品目。はい、なんとーよ、いっす。うまい、うまい。一回悩む時間あるよ。まだ被んないんじゃないですか。じゃあ行きましょう。いっせーのせっぽん。お、じゃあポテトが2つなくなって、これサムライマックですね。ダブル肉厚ビーフ。絶対選ぶと思ったらね、それでね、パパにちょっと意地悪しようかなと思ったの。それ選んでパパが食べれないようにしてあげようかなと思ったけど、怒られそうだからやめた。そんなことで怒んないから。パパ怒ったこと3回ぐらいしかないの。なんか何でも怒られてる。いただきます。何でも怒られるようなことするんですよ、あなたは。でもパパはすぐ怒るんだ。じゃあいただきます。すごくしてうまそう。ちょうだい。チーム違うからダメだ。ごめんね。ほら、見て、ロコ。白いね。このさ、肉がすごい美味しいんですよ。へー。しかも2枚も入ってる。へー。おるから、おるから。すごい。すごいですね、すごい。パパ、半分つけたでしょ、あと半分つけた。マッコがシャカシャカするん。うん。うまっ。ポテトがもう。マジ。やめてくれない？うまいね。いいですね。そこは仲直りしたんですか今。ちょっと喧嘩しますよ。協力する気がないよね。食べて。単独プレイか、ロコちゃんがもうマコちゃんを操る感じ。悪い顔した。悪い顔。何のこと？怖い怖い。やめてくれない？怖いから。やっぱ言うね。うん、それこれにする。お、ロコもこれにする。いいよ、いいよ、いいよ、いいよね。うん、チャカチキが想像より人気ですね。うん、聞いて最後まで。サムライマッコ、おすすめだった。マッコ、マッコ、めっちゃ頑張った。ごちそうさまでした。早かった。お、まこちゃんとロコちゃんもちょうど終わったじゃない。チャカチキするよ。ねえねえ、チキチって安いんだっけ。安いです。めちゃめちゃ安いから。ベーコンレタスは300円ぐらい。これも340円ぐらい。ベーコンベーコンレタスこれが一緒。うん、
そうっす。照り焼きも300、こう320。いこうか。はいはい、いっせーのーせ。マジでかぶせに行った。はい、じゃあ2人はかぶせたんで食べません。じゃあお父さんとまこちゃんがバーガーを食べます。はい、ずっとかぶせたんで。じゃあまこちゃんが照り焼きです。おいしい。早くずっと食えばできるもんね。食べてみて。こんな感じで。あ、はい、どうぞ。辛い。辛い。まこさんはもう放棄した感じですか。ハンバーグの、ハンバーグのチーズも辛い。あ、美味しいところ。うん、うまっ。美味しい。うん、うまいね。あ、でも結構減ってきましたね。ドリンクがあと4つありますね。スプライト飲み終わりました。はい、遅いやんと食べるの。あの、飲み込むまで時間かかるよ。でも今日頑張ってるマコ。確かに。決めますか。決まりました。はい、じゃあ行きましょう。せーのーせ。じゃあシャカチキはダメですね。シャカチキ最後まで残ってる。じゃあお父さんがドリンクです。マコちゃんがベーコンレタスですか。シャカチキどうなるんですかね、これずっとこのまんま。ずっとそのまんまやるんじゃない。意地の張り合い。てくんねー。やっぱずっとやるよ。どうすんの、それやって。意味あんの。意味はないけど食べたいのもしょうがないじゃん。シャカチキ高くないから。でも美味しいんだよ。じゃあマコもシャカチキ選べばいいじゃん。でパパもシャカチキ選ぶか。じゃあもうじゃんけんで決めましょう。じゃんけん。確かにそうしよう。そうしよう。でも分かんないですよ。絶対選ばないもん。これ仮に4人選ぼうって言って1人だけ誰か抜け駆けして誰か選んだらその人だけ追加されるから。うわぁ。そういうこと言わない方がいいじゃん。いやいやいや。そうか、それでどん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 こっちの金額が上がってくるんだ。じゃあ次行きましょう。6ターン目です。パパ絶対裏切っちゃダメだ。もう食べ終わったの。パパ絶対裏切っちゃダメだよ。選ぶって約束したから。パパ選ぶ。もう本当に選ぶの。じゃあ4人被ったらじゃんけんってことでよろしいですか。よろしいです。え、絶対裏切んないよ。絶対裏切んじゃん。一斉のせ。お、よかったですね。じゃあじゃんけんにしましょう。ついにあんた勝つんだよ。シャカチキ戦争に。はい、最初はパー。ああ、反則負け。反則負け。しかも一人だけめっちゃ嬉しそうな顔してます。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。ルパン食べるから大丈夫。シャカチキ食べたくてずっと選び続けたのに。確かに、ずっと選び続けた人が負けたっていうね。シャカチキ食べた時はあなた何食べた。違うでしょ、開け方が汚いの。シャカチキ最低です。ここでやるのやめて、こぼすから。上でやって。絶対にこぼさない。最初なんとくじゃん。こぼしても掃除しないんだからやめて。うん、最低なチームワークですね、マジ。マジで仲悪いから。なんでここに住んだ。いや、な、食べる量的に。あ、めっちゃ美味しそうな顔してるよ。あげれば。あげてよ。いいよ、全部食べる。向こうはやり続けた意味。ありがとう。どれが優しいって言うんだよね。じゃあどれにしますかね。もうシャカチキなくなりましたからね。ドリンク3本せのーでコーラ。お、かぶりませんでしたね。ロコさんポテト、アコさんナゲット、お父さんがサラダですね。アコちゃんがナゲット。ロコさん2回目のポテトですね。マコさんが小休憩ですね。うん、ジュースがちょうどなくなったから。ちょうどいいですね。コーラ、これコーラ。脱落してもいいの。脱落してもいいよ、ロコちゃんが食べ続けるだけ。
睨んでる、ロコバカなのみたいな顔して。でも別にまこちゃん生き残って選び続けてロコちゃんに食べさせようって言ってるのかな。あ、確かに。ごちそうさまでした。まだごちそうさまできない。あこちゃんお腹の余裕はどう？全然まだ。これじゃあ残り2ターンぐらいですね。被らなければです。でここから被る率が一気に上がってます。うんうんうん、それ見ちゃう。値段高いもの行こうか。ポテト行った。うん、すごい、ね。じゃあロコさんが総研。お父さんがチキチーです。はい、じゃあマコさん照り焼き。マコさんドリンク。パパ今日3個目じゃない？パパが選んだ。まだ今日言う。だからサラダだけ食べなっってな。ねえもう一気にさ。美味しいレタスだけ食べてんの。で、まこさんが放棄するっていう流れですね。食べないからね。美味しいね。だってまこロコに逆らって、うん、なんかいい人だもんね。平和っすね、確かにこっちがだけ平和っすね。なんでさ、そんなになんか悪いやん。こっちの方が一丸してる。ママに怒られるときにめちゃめちゃ嘘つくの。つくよね。例えばママにどういう嘘ついたの？今日だってあれでしょ。マコアコが喧嘩してる時にさ、マコが先に足蹴ったって言ってアコ言ったのにさ、その人当ててないよ。で、それは見てないじゃん、マコは。見てない。なんでマコだけ謎で聞いてるの？嘘だってすぐわかるもん。なんでマコだけ謎で聞いてるの？なんでそんな偉そうなの？コカコーラ飲み終わりました。はい、せーの。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それは覚悟しとかない。いい、やめよ、ちゃんと。せーの、せ、やめよ、ちゃんと。せーの、せ。お、かぶんなかった。あ、なんかそれ好きね。え、照り焼きだって、え、こっちのチーム3個食べてる。そう、うん、イエーイ。パパ何個目これ？4つ目っすね。4個目か。全然余裕。ベーコンレタスです。全然余裕。マジで言ってる？うん、うん、え、きついの？アコちゃんがドリンク。どこ？うん、どこち？で、食べれるチームいきましょう。パパ食べる。じゃ一緒に食べよう。一緒に半分食べよう。すごい。いいのね。いいんですか？いいのね。もう勝ちだよ、パパたちの。これ安いよ。ちょっと食べよう。安いよ。じゃパパとアコチームいただきます。はい、最後、最後の1個。バーガー5個目です。バーいただきます。何？いただきます。ハンバーガーは喋りません。またゴマが起こった。うまい。うまい。最後は。で、100円分けてもらっていいですか？レタス食べれた。お茶が消えた。うまくないじゃん。最後のこっち。いただきます。すごい。はい。せーの。ごちそうさまでした。じゃあ結果発表します。はい、どっちのチームか言わずに、金額だけまず言います。はい、4930対5070です。で、接戦だ。接戦です。140円差です。今回勝ったチームは、お父さん、あこちゃんチームです。イエーイ。間違ってます。4000円と5000円。最後チキチー食べてなかったら負けてました。なるほどね。はい、あー、よかった。ってことで今回負けのロコちゃんとマコちゃんが罰ゲームです。え、罰ゲームあるの？はい、あります。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメント、よろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。よっしゃ。あー、優しくしてね。あー、言いたくない。はい、こんなの違う、優しくないんだよ、さあ、痛かった。